シブセナーはインドのマハーラーシュトラ州を中心として、主にインド西部に支持基盤を持つ強硬右派政党。芸能界にも影響力が強く、現在のムンバイの姿勢を握っており、南インドから移住してくる住民を攻撃したりしている。シバージーの軍隊の意。日本のメディアでは、シブセナ、またはシブセナと表記される場合が多い。 バール・タークレイ1966年6月19日、バール・タークレイによって設立。当初からタークレイは、漫画、マーミックで、移民排斥を訴えており、ムンバイの労働運動に強い影響力を持っていた、インド共産党排除を掲げることで、財界や移民に不満を持つ失業者から支援された。2008年11月26日、デカン・ムジャーヒディーンによる、 ムンバイ同時多発テロで死者172人、負傷者239人が出た結果、2009年のロークサバー総選挙では政党連合、国民民主同盟の一員として11議席を獲得した。今日はインド人民党などのヒンドゥー至上主義に近いものの、北部や西海岸に多いイスラム教徒の排斥ばかりでなく、南部から移住してきた住民も排斥する傾向にあり、 現在もマラーティー語を話す地元民を優遇し、マラーティー史上主義と言われるなど人種主義的傾向が濃く極右視されることもある。2006年には、バール・タークレーの老い、ラージ・タークレーが、より強硬なマハラシトラ・ナブニルマン・セーナーを旗揚げした。ウダフ・タークレー2012年11月16日、創設者のバール・タークレーは86歳で亡くなった。後継者は、 息子のウダフタークレイ、ありがとうございます。